こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサイデンス鈴鹿ミスリープ。この馬も好スタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはサイデンス鈴鹿、2番手はブラックフォルテ、さらにはイングランドシュバリエ、10番エアガイドブック、その後ろ後方に控えたのがワイルドシャルマン。先頭に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはサイデンス鈴鹿、そして大きく離れてサンフォードダイヤン、この位置です。イングランドシュバリエ、それに続いています。すぐ後ろにブラックフォルテ、これに続いてミスリープ、エアガイドブック、それに続きます。赤の帽子ステートリック、その後ろすぐ隣にビーマイデジタル、その後ろからはギャロップジハード。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてサイデンス鈴鹿、2番手はサンフォードダイヤン、間を挟んでイングランドシュバリエ、3番手さあサイデンス鈴鹿逃げ切れるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サイデンス鈴鹿先頭、これはちぎれた。2番手はサンフォードダイヤナ、残り 200m サイデンス鈴鹿先頭だ。サイデンス鈴鹿力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はステートリック完璧です。圧倒的な強さを見せましたサイレンス鈴鹿、1着2着はステートリック、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。サイレンス鈴鹿まさしく日本が世界に誇れる馬です。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾サツキ賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠の名勝の馬、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。セイウンスカイ好スタートを切りました。マイネルクラシック、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくマイネルクラシック行きました。続いて前へ行くのはセイウンスカイ、さらにはガヤスアゲイン、8番ケアレスコング、その後ろボールドエンペラー、後ろからになりそうです。もう一度先頭から、先手を取ったのはマイネルクラシック、2番手に14番セイウンスカイ、すぐ後ろにベルモントラッド、オレンジの帽子ガヤスアゲイン、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気のセイウンスカイ現在先団です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはマイネルクラシック、14番セイウンスカイ、2番手を追走オレンジの帽子ガヤスアゲイン、その後ろケアレスコング、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からマイネルクラシック、先手を取りました。前はマイネルクラシック、2番手はセイウンスカイ、絶好の手応えです。ベルモントラッド3番手、さあセイウンスカイこのまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はセイウンスカイ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はセイウンスカイ、突き放しにかかります。残り 200m セイウンスカイ先頭だ。残り 100m、 これは強い。2番手はオートリューキャッスル、セイウンスカイこの馬で決まりか。セイウンスカイ独走、セイウンスカイぶっちぎりです。セイウンスカイ1着2着はオートリューキャッスル、セイウンスカイ素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。